63。ピアっていう情報誌があって、それにこう、ライブのスケジュールがいっぱい書いてあって、バックオンザグレーブって書いてあって、新宿ジャムでやってたバックオンザグレーブっていうのは、まあ、一言で言えば、変だった。奇妙。まあ、セットでね、バックフロムのようなダディオンね、日本のガレージロックの伝道師、ダディオンくん、ガレージシーンを作ったわけだよね、ノブちゃん、ちゃんと、まあ、ノブちゃんがあそこの新宿ジャムのタウンを使って日本のロックシーンの何かをグラッと変えたことは間違いない。ずっと子供の頃から、本当音楽しか聴いてこなくて、お金も全部レコードに使うみたいな。で、まあ、ずっと、最初エルビスから始まって、グラムロックとかハードロックとか聴いて、パンク聴いて、で、そのままニューエールですかとか、サイコビリーとか。で、まあ、その後に、まあ、ガレージに出会うんだけど、